アシュトン・ボールド・ウィン・アッシュ・カーターは、アメリカ合衆国の政治家、物理学者、調達、技術、兵誕担当国防次官、国防副長官、国防長官を歴任した。1954年9月24日に、ペンシルベニア州フィラデルフィアに誕生する。1976年に、イエール大学で、物理学と中性子を専攻して卒業後に、ローズ奨学金を得て、 イギリスのオックスフォード大学に留学し、1979年に理論物理学の博士号を取得して卒業した。その後、ハーバード大学、ケネリ行政大学院科学、国際関係ベルファーセンターのグレアム・アリソンによれば、科学技術が国際関係、国際問題の推進力になり、時にはその解決策ともなりうることを見出し、防衛政策などに興味を持つようになる。 1980年からは、連邦議会技術評価局。1981年からは、アメリカ合衆国国防長官府で、アナリストの職に就く。1982年から1984年までは、マサチューセッツ工科大学 CIS のリサーチフェロー。その後1984年に、ハーバード大学、ケネディ行政大学院科学。 国際関係センター所教授となり、1986年には同センター準教授、1988年には教授に昇進、1990年には同センターの所長に就任した。1993年から1996年まで、ウィリアム・ j ペリー国防長官の時代に国防次官報を務め、特に1994年の第一次北朝鮮各危機では、 その対応において、中心的な役割を果たした。政権から離れていた2006年にワシントンポスト紙に、ペリー元国防長官と共同で、If Necessary, Strike and Destroy と題する論文を寄稿し、北朝鮮に対する先制攻撃論を主張した。2009年4月27日から2011年10月5日まで、国防時間、 2011年10月6日から2013年12月3日までは国防副長官を務めた。2014年12月5日にオバマ大統領より国防長官に指名され、2015年2月17日に連邦議会での承認を経て、正式に第25代アメリカ合衆国国防長官に就任した。クリントン政権での上司にあたるペリー。 元国防長官はカーターについて、高派とは言わないが、アメリカの力で何ができるかについてはかなり強気で人に譲らないところがあり、適切だと判断した場合はその力の行使も辞さないだろうと述べている。ありがとうございます。